号砲なくて6レーススタートです。序盤の位置取り、1番の井出、2番の星島、そして5番の長谷部とスタート動いています。まず2番の星島太が先頭で誘導を追っていきました。岡山勢がまず前を取るようです。1番の井出武史、1号があったんですが控えて2番手、九州勢は初手が中断ということになります。5番の長谷部龍一、3番松尾潤、本戦の岐阜コンビは初手は後方と決まりました。短期4番の山原俊英はどうでしょうか。切り目に追い上げていくようです。1週間目の4コーナーのカーブにレースは入っていきます。ラインが3つ、7番の藤原亮太が正攻法、1番前からの競争ということになります。昨日は久々に逃げ切ってみせましたが、ここは積極型2人との3分戦、スタート前受けしました。同源2番の星島太が2番手、岡山の2人が先頭2番手です。6番の池部壮太は中段で3番手のスタートになっています。今回は早めのかましに、そして突っ張り、前線から引き続き気合よく連日最終爆戦を奪っています。マークは地元1番の井出武史、最終日1勝のチャンスに恵まれるかどうか。九州で2人が中段です。短期4番の山原俊英が5番手にいまして、5番の長谷部龍一、3番松尾潤、人気本線の岐阜勢が後方から上昇です。レースは残り2周回、赤間のホームに入っています。先頭7番藤原亮太、藤原が前受け、まず5番の長谷部龍一、2車で7番の藤原を叩いて先制しました。さあこの上を6番車の池部壮太がさらに叩いていって先行対戦入りました。さあ邪魔な2コーナーからバックです。先頭6番車の池部壮太、今日も一気の先行です。マーク1号の井出武史、短期4番の山原俊で3番手、さあ7番の藤原が内をついて中段の4番手となりました。5番の長谷部は下がって6番手、レースは最終周回に入っています。先頭は6番車池部壮太、ジャンマイからかけています。1番の井出武史2番手、3番手は4番の山原俊で、7番の藤原中段取って4番手、まくれるかどうか。5番の長谷部は後方の6番手からまくっていきます。さあ真っ赤な3コーナー、逃げる6番の池部壮太、中段から7番の藤原亮太、さあ藤原がまくって3番手2番手、さあ全体に力強く迫ってくる4コーナーから直線です。先頭は6番車の池部壮太、番手1番井出武史、外から7番車藤原亮太のまくりが決まりました。2着はどうか、5番の長谷部か、1番の井出といい勝負になっています。6レース A 級の特選、勝ったのは7番の藤原亮太でした。スタート真上だったんですがうまく中段を取れました。まくり追い込み、前段捉えたところがゴールでした。今シリーズ2勝目のゴールを決めています7番車の藤原亮太。2着はどうでしょうか。1番の井出と5番の長谷部、両者で接戦でお伝えをしたいと思います。決定まではもう少しお待ちください。6レース A 級の特選でした。